それの今日の企画は名前を言え。今は結構なためにためて名前を言わんかったっていう罪はでかい。だから今日君には頑張ってもらいます。帰ります。戻ってきて戻ってきて。せっかくここまで来たんやから。ここ何屋さんですか？焼肉屋さんですね。去年の3月に君が世界一周旅行行く前にやったことを覚えてる焼肉屋さんで。覚えてんわその名前のこと。パン100枚。その後に屋台ラーメン行った君の偉業の話があるじゃないですか。あれめちゃくちゃだよ。あの時牛タン100枚ってその時めちゃくちゃ余裕やったよ。マクドの大食い企画の後にもラーメン行ったし。だから今回パンじゃないんやけどカルビ100枚食えるまで帰れません。やっていきたいと思います。帰ろっか。もう無理やわ。絶対いける。無理やわ。いやでもカメラマンさんいるんで協力してもらっていいんすか？カメラマンさん今回ね油がきついということも考慮してちゃんと助っ人呼んでるんで。ありっすね。さすがに100枚はね余裕かなっていう感じ。100人前じゃないですか。100枚っていう感じやから、まあ余裕でいけるんじゃないかなっていう。行きましょう行きましょう。でこれ終わったらまだ何ヶ月後かに腹に100枚とかね、いろいろ待ってるんで。待ってないです。それ待ってないです。それはここめっちゃ安い。これ驚きの価格。食べ放題メニューもうねカルビがあるんでこのレギュラー食べ放題でいいかなっていう感じ。90分2380円。安すぎ。子供やったら1190円かな。レギュラー食べ放題3個ね注文したいと思います。じゃあ早速今からねカルビ100枚食えるまで帰れません。やっていきたいと思います。ではいかはい、じゃあ早速頼んでいきたいと思います。でこれね人数分しか各種頼めへんから合計3人前なんよ。けどコリアン塩だれとかデジカルビとか牛バラカルビとかあるからそういうのを一気に頼んでいきましょう。見てこれ0円って書いてんねもう。まあそう食べ放題やからね。いきます。はい、だから合計今12人前で君のご飯も頼みますよ。そう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 、上がってるね。やっぱり大ですか？大でいきます。あかんって中やって卵かけご飯でいきたいと思います。はい、頼みましたね。注文完了ということでカルビが来るまで待ちたいと思います。はい、カルビ来ました。こんな感じ。うまそうやな。数よ数よ。これで何枚あるかにほんまによるで。これほんまにカルビな。早く早く。俺の知ってるカルビじゃないんやけど。これで10やわ。ちょうど 10? ちょうど10。だからこれも33やからこれ30や。え、ほんまに数えてみようや。これこれめっちゃ重なってんね、薄いから。これ10枚ずつ入ってんのが全部。そうそうそう。これも明らかこれ重なってめっちゃ薄いね。これだからこれ30。はい、これで40。これで40。3人前で10や大体。え、これで60。これ60。これ全部食っても効かへんのか。これで全部食って60枚覚えときゃ。これ全部食ったら60枚。こんなん頼むしさ。はいはい。ほんまにいけるんすか？うまそう。うわうまそう。混ぜて、うわ絶対かけすぎや。しかも肉と一緒に食うんじゃなかった。やろ。どう？こういうのが良かった。これデジカルビ。デジカルビ。確かにこれな、広げてったらめっちゃ多いわ。めちゃくちゃうまそうやん。でもうわ、食っていきましょう。食いましょう。オリジナルつけられ。完璧。よいしょ。スタミナだね。めっちゃ飛んだ。いや食いたい食いたい。100枚余裕じゃね。あ、余裕。もう腹減ってなんぼでもいける。2枚完食。え、もう肉なくなってん。テッドさんが何枚ですか？僕3枚食いました。俺もご飯飲んでる。ちょっと野菜炒めみたいになってる。野菜炒めの肉みたいになってるやん。確かにこれ綺麗にのせんのむずい。うまいんやで、これが最高や。焦らんでも肉は消えん。一番最初にへばるタイプやつ。回復力エグいぞ。お前は食えんのかこれ。やばいて、大やばない。やばい。君も頼んでるやん。見てこれ、ほんまに大盛り。じゃあ俺が一番食いたかったやり方いきます。カルビつけて、この乗せます。これよ優勝。まだ余裕やん。まだいける。これもう全然余裕。うま食える。あー最高だな。お米がうまい。これもうカルビなくなってきたね。うん、はい、全部なくなった。カルビの花火大会並みの密着やね。うわうまそう。最高の絵面やな。タレの味変混ぜました。じゃあ投入していいですか？これをレビューしてみてください。うまい。これ焼肉の時に水飲むのも最高にうまいよな。いいよ。よっしゃ、とりあえず60枚食っちまおう。よっしゃ。このタレがなんかな、合うんよご飯に。これ、ね、焼肉市場っていう焼肉屋さん、下の概要欄にねホームページ貼っときます。うまいから宣伝する。うまくなると宣伝する。次塩で、塩メインだと。今カメラマンさんご飯に大いってるんですか？
クワの大行きました。食べれます？さっきからご飯めっちゃ、でも40枚もなそう。じゃあコースさん、これ焼いてる間に頼んでください。あと40枚やな。アミも変えてもらおうか、ついでこれ食って、これコース、これラスト。ちょ、俺結構食いましたって。みんなで協力やもんな。これでラスト。ご飯食いすぎやろ。いいよ。30枚いきました。うお、これで終わりか。あ、ちなみにもうちょっと限界が近づいております。ほんまにやばない、カメラマンさん。かすい、これほんまにかすいで。あ、マガミ、ご飯すいませんでした。反省してる。ギリギリ俺とちょっと食ってや。あ、まあ、俺とカメラマンさんで、まあギリ食えるかなっていうレベル。回復したらラーメン行くんで。ほんまに殴る。アミもね、交換したんで心機一転、焼いていきましょう。さっきより綺麗やねん。さっきより綺麗やねん。なんていうか、カメラマンさんかっこいいっすね、買ったバレンシアガ。これいくらか聞いてください。いくらですか？8万です。高っ。買った1枚8万円。効果がね、さっきからめっちゃ飛んでくるんで、バレンシアガめっちゃ汚いんですよ。まあ洗濯機入れたら治るんでね。ええ感じに焼けてきてますやん。なんでさ、夏にバーベキューすると思います？暑いのにね、暑いことするんですよ。俺は、一番ベストは5月冬にバーベキューしたら暖かいです。でも俺の考えがあんねんけど、バーベキュー行くより焼き肉行った方がうまない。楽やし、片付け結局結構かかんねんね、お金あれ。それは言えてる。雰囲気なんかな、めっちゃそれ思うんよな。バーベキューでもここ最近してへんのじゃん。俺も年に1回するか1000回ぐらい。うまい。あー、これやっぱ塩の方があっさりしてるわ。これちょうど食ったらファイファイだった。3人でギリギリやったの。俺スケット読んで正解ちゃう。カメラマンさんになんか終わってたよ、これ多分。ありがとう。もうあとこんだけ。まあ、結構ここに乗ってるけど無理すぎ。うえい。あー、これうまい。これご飯完食しそうやわ。ちなみに今日めちゃめちゃ忙しかったから、昼ご飯マクドナルドハンバーガー食べてます。俺一平ちゃんのめちゃくちゃでかいやつ食ってもらった。4枚じゃない、食ったの。ちなみに4たらす。それはそれでキモいよ。はい、ご飯完食。これご飯中いくわ。乗せちゃってラスト。ウェイ。いいよ。今日食ってる方ちゃう俺。めっちゃ食べてると思う。フォークさんどこ見てるんですか。無理。もう無理です、最後です。いやほんまもう波で、ほぼほぼバイ。あ、もらって4枚で、これじゃあ2枚、あ、もうこれ全部いっちゃいまーす。3枚いくわ。で、1枚よろしく。終わったよ。終わった。ハンドが簡単やん、やっぱり。2人だと絶対無理やったよね。ちょい厳しい。今ちょうどいいぐらいかもしれない。ラスト1枚。はい、完食。ご飯もはい、ないないないっていう感じで完全に完食しました。お疲れ様です。いいよ。はい、というわけで今回の動画ですね、300枚に引き続き、はい、カルビ100人前、100人前じゃない、100枚行ったんですけど、100円はおかしい。30人前やし、30人前ぐらいカルビ食ったっていう感じ。いや、食った方やって。いや、でも絶対元が取れへん食べ放題の食い方をした。焼肉市場はどうやった？美味しいよ。全然あるよな。2380円って考えたら、ありありあり。それはめっちゃうまいとこあるけど、うん、2380円っていうのは学生でもこれ安いしっていう感じやな。俺正直食べ放題の焼肉来たのめっちゃくちゃ久しぶり。1年は行ってないんちゃうかなっていうレベルやから、まあ新鮮で良かったかなと思います。カルビしか食べれてないけどっていう感じですね。コースのチャンネル下の概要欄に貼ってあるのと、あと焼肉市場ホームページ概要欄に貼ってあるのでね、ぜひチェックしてみてください。本日も視聴ありがとうございました。チャンネル高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。せーの、また見てる方法。はい、ちょっとね、すごいもの手に入れたんで紹介したいと思います。こちら、これわかるかな？わかる人いるかな？ナイキ。で、ここにね、シュプリームって書いてあって、これね、ナイキとシュプリームのコラボのエアフォースワンをね、シット君、手に入れました。これめっちゃかっこいい。俺今初めて開けます。うわ、めっちゃかっこいい。うわ、こんな感じ。ちょっと白やからめっちゃ反射してるけど、中もね、シュプリームとか書いてあって、これね、紐はね、白なんですけど、で、赤色の紐が入ってて、ここにね、シュプリームとかでいろいろ書いてあるっていう感じ。もう紐はね、変えた方がかっこいいかなと思います。かっこええ。これでも履くのもったいないけどね、僕はね、もうちゃんと、普通にね、外とかで履こうかなっていう感じ。これね、期間限定とかじゃなくても、これ、今後ずっとあるっぽいんで、なんか、手に入れられる時にね、皆さん手に入れてもらえると嬉しいかなと思います。激レアスニーカーを手に入れたという最後のエンディング報告でした。あざっす。